代表して厚生労働省に1から8まで文書質問をしておりますので、お答えいただきたいと思います。今、長妻政調会長からも話がありましたように、もし今回の障害者雇用水増し不正が事実であったとすればですね、障害者雇用の旗振り役が民間企業には1人満たさなかったら5万円の納付金、罰金を課しながらですね、一方自分たちは不正をして水増しをして達成しなかったというのはとんでもない話になりますし、もしこれが制度創設1976年から42年間続いていたとしたら、数千人下手したら万単位の障害者雇用が失われていたということにもなりかねません。そのような重大な問題だと思います。ただ2段目でございます。中央省庁の障害者雇用の水増しについて、その疑いがあることを厚生労働省に認識しました。またそのきっかけはどのような事象でしたというお尋ねでございます。これにつきましては報道等でもなされておりますけれども、現在29年6月1日現在におきます、障害者雇用の状況の報告内容につきまして、厚生労働省として、各所に対して、再点検の お願いをさせていただいております。で、現状につきましてはその再点検の調査について、先ほどお話もありましたけれども、精査取りまとめをしているところでございます。このお尋ねの件につきましては、そうした状況も踏まえて、今後の対応として回答を差し控えさせていただきたいと思います。いつ認識したか。3番目でございます。本件について、これまで、発表しなかった理由は何ですかというところでございます。これにつきましても、先ほど申し上げました、現在、各機関に対して、再点検の調査をお願いしておりまして、厚生労働省として、精査をしている状況でございます。まだその精査の状況がまだ完了していない、そういう状況にございますので、その結果が取りまとまり次第ですね、速やかに、対応をしていきたい、公表発表をしていきたいと思っております。これはもう大臣が認めてることぐらいは言ってもらわないと困りますよ。もう野田総務大臣水増しあったって認めてるわけですからね。昨年調査において、その手帳を承知されていない方も含めてカウントしていないかもしれないかと、そういう可能性も含めて現在再点検精査をしているところでございます。全体の状況を厚生労働省さんで公表されるというふうに承知しておりますので、個別に感染状況を認定でお伝えするというのは、出し方をいただければというふうに考えています。ということは、大臣の発言は、事実誤認だということになっている。まだ未確認のうちに大臣が喋ったんですか。大臣の発言をご否定されるそういう実態があったという大臣の発言を否定するかということについて、否定はしておりません。だから、じゃあ大臣の発言通りでよろしいかという、よろしいですね。あとはもうちょっと状況につきましては、精査をしておりますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。この再調査をするにあたって厚労省としてはそういう水増しの疑いがあるという認識をしていて調査を依頼したということですね。今のお尋ねですけれども、先ほどのお答えをさせていただきました、2にある通りでございます。2のところで、お答えさせていただいた通りですね、その認識等と含めてですね、また今精査をしているところですので、その、取りまとめ状況を踏まえて、調査をする単調だったんでしょ。それは別に調査をしてからとは関係ないじゃないですか。なぜその調査を行ったかということが言えるじゃないですか。で、調査依頼をしてからのことについてはこれから取りまとめてお話をされた、それは分かりますよ。だけどなぜその調査を行うとしたかということぐらいは言えるんじゃないですか。再三開示で恐縮ですけれども、どのような形でどのような経緯で、調査を行ったのかにつきましても、しっかりそして中で、調査精査をした上で、公表をさせていただきたい。他の省庁の皆さんは6月20日に依頼を受けたと言ってましたね。おっしゃったんですね。2つの省庁がおっしゃいました。
けた側がおっしゃってるんですから、依頼した側だとそれは有利なんです。調査はさせていただいて、いや、ですから、買い付けの問題もはっきりおっしゃってるじゃないですか、6月20日って、まあ時期につきましても、先ほど言ってますけど、後ほどまた公表の時期に、お答えをさせていただきます。ちょっと、それ、何にも答えるなって言って、どなたの指示ですか？不都合があるんです。で、省として誰がそういう判断をして、ここに臨んでらっしゃるんですか？大臣ですか？その調査をどうして始めたかぐらい答えられるでしょ。中身の調査についてこれから報告するまで出せないですから分かりますよ。規定のところなんか話できるはずだから、ちょっと一回持って帰って相談してください、ね、それとあと一つちょっとお願いしたいんですけど、これ皆さん調査してですね、いろんな省庁出てきた場合はこれ各省庁の問題じゃないと思うんですね。横でそうやってある意味グルになってる可能性はね、みんなで横で連携してだとしたら本当にこれひどい話ですよ。だからそこはちゃんと調査してそのことを明らかにしてください。それから今の最初の話ね、厚労省がもしこれを知っていて見過ごしてたんだとすれば、同罪かあるいはそれ以上ですよ。所管省庁なんですから、そこのところもはっきりさせてください。本当に補修情報からチェックしないと、俺的配慮は厚生労働省自ら破棄してたということになりかねませんし、先ほど各省庁が全て同じ回答、厚生労働省からの依頼で調査中と、まあ、横並びに見事に並んだ回答をいただきましたが、であるならば、一番要である厚生労働省、どれでも調査中、明日として速やかに回答するって言いますけど、速やかにというのは、いつが速やかなんでしょうか。私の感覚で速やか2、3日っていう感覚なんですけれど、速やかっていうのはいつのことなのか、具体的に教えていただけないでしょうか。速やかっていうのはいつになるんですか。いつ回答を出せということを期日を各省庁には通達してるんでしょうか。